英語喋れなかったからもうコンプレックスがすごかったから英語大嫌いだったしアメリカ大嫌いだったから I mean like not the アメリカ場所じゃなくて日本にいてなんで英語喋れないのって聞かれるのがストレスだったのずっと This is Hannah. She is a producer and half black, half Japanese. She's a Tokyo girl, Harajuku girl. Gyaru. Gyaru, gyaru. Hi, I'm Hannah, Little Honey Princess. I'm casting director and music video producer and model and mama. Who have you shot for? A-Witch, Bottle Hop, JP the Wavy. Cool, And more. Yeah, just many people. You've been living in Japan and America, and then Japan again and America. Let's start from the very beginning. Your dad is Black American, and yeah. your mom is Japanese. Yes. Papa was always Navy. Like my 本当のお父さんも stepdad もどっちも Navy. で my mom は日本人のギャル。元ギャル今は全然違うけど私が96生まれだからその時のもうイケイケみたいな、okay. What is a ギャル人それぞれ depends なんだろうなんか話し方そぶりとか見た目とかあと気持ちハートハートが一番ハートが私は文京区の千駄木っていうところ出身で千駄木は本当おじいちゃんおばあちゃんばっかり本当に下町お祭りもあるし、まあ、神社もたくさんあるしお寺もあるし今祭りって言ったけどこれは花のおばあちゃんだよねおばあちゃんおばあちゃん、okay、だからそうこれはもしかしてホームタウンホームタウンそう Japanese You went to a Japanese、yeah. school Can you tell us a little bit about your elementary school life? 小学生の時は無邪気もう走り回ってバーン男の子みたいなスポーツ大好きで、okay. そう走ったりとかでもそういうのはでも、まあ、4年生まではすごい普通の子、まあ、ちょっとなんだろういろいろ大変なこともあったけどそれはやっぱ小学校に、まあ、ハーフっていうか、まあ、黒人の血が入った子が私しかいなかったから、mm-hmm. ちょっとなんだろう偏見の目で見られることは多かった。私がいや悪いことしてないんだけど、私がいつもピックされるみたいな。先生に勘違い。先生に先生、そう。小学生の時は、友達とかとあんま分かんないから、なんかいじめとかじゃない、なんか、みたいな、お前髪型違うだろうみたいな、普通とみたいな感じのだけだけど、先生のジャッジがすごかった。先生までどういう。そう、あとなんか、ヘアクリームとかってさ、なんか黒人用の。プロダクツって匂い、いちごの匂いだったら子供用のってするじゃん。そういうのがもうダメみたいな。だからいちごのクリームつけてったらなんかガチ切れされた。本当に？まさか。そう。本当に。あのいや小学生の花ですね。そう。What the fuck？ みたいな。知らないこれママがつけてくれたみたいなだけど、they always なんか say something。本当に超嬉しかった。あのお母さんとかにこれ言ったの。言った。What did she say? は？は、like？ 私のママはさっきにちょっと戻るけど、二十歳で私を産んでるから、like、私が小学生の時に私と今の same age、like、26歳でギャル。は？は、それははってなるよね。先生に何か言った？覚え先生に言ったけど、でもなんか別にみたいな。なんか若いママが何か言ってるぐらいな。シリアスにテイクされなかったって。でもちろん、ステップダッドはあんまり日本語話せないから。し、いつもあのネイビーだから、船、ステップだから、なんかあんまりいなかった。でも言うとめっちゃ怒ってたよ、いつも。Okay. そう、言うと怒るけど、でもその時 iPhone とかもないから、こう電話とか、そう、船に電話かけるみたい。そう、だから、どっちかっていうと、もうお母さんがはみたいな。おじいちゃんとおばあちゃんが怒ってたけど、まあ、日本人嫌いだからしょうがないみたいな。もう我慢するしかないの方が大きかったかも。その嫌いって言ったりとか、その匂いだったりとか、そういうのが日本では、まあ、お寿司屋さんに香水つけちゃダメとか、いろいろルールいっぱいあるじゃん。そういうのと一緒で、不快なんだったらお前がつけるのやめればいいじゃんみたいな。戦わない。だって自分の方が、なんだろう、一人だから、味方いないから。そう、他のハーフは、ハーフ白人とかいたの？あ、いた。全然
あと扱い方違うから、イラってしてた。なんでみたいな。ちょっとうざかった。今はちょっと変わってると思うんだけど、ハーフブラックはもっとこう、なんだ、エクセプトされてると思うんだけど、そうそう、え、めっちゃ変わったんじゃない？だってインスタグラムとかでやっぱ可愛い女の子いっぱいいるじゃん。さっき私中学校の途中とかまでさ、誰かに恋愛対象とかで見られることなかった。さっお前黒人だから話違うみたいな。さ可愛いがわからない。黒人の綺麗とかはもうムービースターとかだけだから、他にこうだからもう白人のハーフの子は可愛い、黒人のハーフはブスみたいな。そこまで、うん、まあまあ、本当にそれぐらい言う人はいっぱいいた、いた、いたから、うん、まだ私の時代来てないなぐらいだったけど、でも今ってやっぱネットとかでいろんな情報があったり、かっこよい黒人の女性が活躍してるのとかも見れるから、多分そういうのとかもあって、だからマシにはなったけど、今も辛い思いしてる子はたくさんいると思う、うんうん、So you lived like、まあ、小学校時代は、まあ、4年生までは just 普通の日本、そう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 、普通の日本の学校に行ってたけど、 Eventually you went to like a You say like a Japanese boot camp、yeah. elementary school。 それについてちょっとあのもうちょっと説明してもらっていい？意味わかんないのね。まずなんで行ったかもわからないし、もう本当に人生で本当にトップ3につらかったんだけど、私の住んでるエリアの子たちが行く学校がちょっと遠い方、遠い東京から2時間ぐらいの場所にあって、今考えると虐待じゃねって思うんだけど普通にマジで。なんかさ、最初は喘息持ってるし学校よく休むから行った方がいいよって言われて、副校長先生に。喘息だから行った方がいい。いいよって言われて。ちょっとそこで意味がわからない。海外空気が綺麗だから、田舎だから。どういう意味だよ、わからない。まあ、like、小さいから、あーみたいな。It makes sense みたいな。うん、でも、it doesn't 全然 make sense じゃない。私も、私も悪かったから、言うこと聞かなかったから、なんかわかんないけど、まあ、うちのおじいちゃん、おばあちゃんとかママも説得されちゃって、先生に。じゃあ、いざ行きます。クラス分けするのね。喘息チーム、肥満チーム、小食チーム、いろいろ。で、喘息で行ったのに、痩せすぎだから、小食クラスに入れられたの。で、もうずっと永遠とご飯食べさせられる。本当にここ学校なの？いや、like、でも、スケジュール。I'm gonna explain this schedule ね。そう、スケジュール。朝6時起きる。朝6時起きる。6時起きて、それワークアウトが3キロか5キロ朝走る or class? わかんない。1キロだけわかんないけど、なんか走る。これ、あの、学校に住んでた。住んでた、okay, okay. そう。住みます。で、学校行きます。ランチタイムになります。全力で遊ばないといけない。全力で遊ばないといけない。ドッジボール、バスケでも何でももう。OK, OK。でね、またスクール、アフトスクールになって、バブリーまた走らされる。Just, でもあの、You're ガリガリの方だからなんでそんなに走らせられる？マッスルじゃない、わかんない。本当に意味わかんない。Where is the school? Does the school still exist? No. もうすごい。もう4、50年ぐらいあったっぽい。もっとあったのかな、わかんない。すごい長くあったんだって。Okay. It's like famous one. It's famous for being bad. で、そこでもう親とも離れて1ヶ月に1回面会、うん、刑務所みたいでしょ。これちょっと刑務所で手紙も書くとき全部チェックされるみたいな。刑務所じゃんこれ。そう、I wanna go home とか書くけど、うん、書き直しなさいみたいな。これあのお母さんが今はこういうこと知ってる、うん、知ってる。超泣いた、もう超謝られたけど、okay, okay, okay. 手紙で書けないから楽しいですとか。楽しいしか書けないよ。そう。で、帰ってきて泣いてるけど、なんかその、Don't be a lazy みたいな感じだったの。親は。わかんないから。だよね。これわかんないよね。そうそうそう。あともう、You're like 4年生。That's like 9, 10, 10歳。5年生。5年生だから11歳。今笑ってるけど、It's like 超 too crazy だから。いや、too crazy。ほんと。で、それに1年間。めっちゃ頑張ったよね。行った、そう。で、みんなストレス、子供すごいから、いじめが変わるの。Every month、誰かがターゲットになっていじめで、私すごいひどかった。体育館の押しにこうバーッと押されて、うん、バスケットボール30分ずっと顔面に投げられた。鼻血とか止まんないし。そこでやっぱ
戦わないといけないから、その前まで3、4年生まではイエーイみたいな感じだったけど、like、その後からはマジ超mean girl になったね。すっごいタフに なりすぎちゃった。じゃあ戻ってきてこうお母さんにこんなことを全部教えて。言わなかった。言わなかった。さあ言えなくない？言えないよね。さあ思い出したくないが強かった。確かに、like、trauma。 そうでも最初にいた学校に戻るから。あ、okay、そうすると、like、my 幼馴染とか、like、best friends 大丈夫みたいな、うん、なんでこんな怖いのみたいな、yeah。 うん、うん、You became, you became a mean girl. まあその後戻ってで、まあ、でも普通に友達もいるし仲良かったし、小学校はタフだけど、すごいタフ girl だったけど、もう普通に楽しく過ごして、okay。 When did you go to America the first time? First time は小さい頃に行ったけど、3歳とか。でも after 覚えてるのは like 6th grade だから、6年生。 I wanted to ask you about your experience. So you're kind of like, you know, half black だけど、まあ普通の、ごく普通の、ごく普通の日本人って言えないけど、まあ you lived in Japan your whole life。 まあ日本人だよ、気持ちは。そう、no、 日本のギャルだし。You went to Wisconsin when you were in 6th grade, so about 12 years old, right? And what was the reason? It was to visit your stepdad's family? Yeah. Can you talk about what your experience was in Wisconsin?まず英語喋れなかったから、で一人で行ったから。Yes, まあ your parents really like, you know, giving you challenges. いや本当に。そう、英語喋れなかったから、もうコンプレックスがすごかったから、英語大嫌いだったし、アメリカ大嫌いだったから。あ、大嫌いだったの。そうだって。まあウィスコンシンは。No, I mean like not アメリカ場所じゃなくて。日本にいて、なんで英語喋れないのって聞かれるのがストレスだったの、ずっと。でも、ママずっとシングルマザーだったし、ステップダッドはデートしてたけど、まだ結婚しなかったから、そんななんか深い、英語喋れないしね、まずコミュニケーション取れないじゃん。うん、だから、喋れるわけないじゃん、みたいな。日本にずっと住んでるのに、どうやって You're, そう、まあ、ベースは日本人と変わらない、ね。そう。けど、行った時に、なんか、スーパーで、Bless you って言われたの。わかんないじゃん。無視したのね。You くしゃみ。くしゃみして。で、bless you って言われて。で、あみたいな。なるじゃん。えみたいな。で、おじさんら、知らないおじさんにめっちゃ怒られたの。で、その bless you って言った人。そう、ルードだって言って、もうありえないみたいな感じで、失礼だみたいな感じで言われて、本妻何言ってか分かんないけど、この人キレてんじゃんみたいになって、もうもっと嫌いになった、アメリカ。That sucks because, なんだろう、that おじさん said, bless you to be nice, でも thank you って言われてないから、now he's mean to you. で意味わかんない、それ。でも多分私、睨んじゃったんだと思う。怖みたいな。だっておじさんじゃ知らないアメリカで気をつけないといけないし、おばあちゃんと一緒にいたけど、で、おばあちゃんが頑張ってエクスプレインしてくれて、thank you って言わないといけない。OK, じゃあ Thank you ってもうとりあえずクションめっちゃするしからThank you って言えばいいよねと思って、まあ、そこクリアして、okay。 でもそのウィスコンシンのそのステップブラザーズ以外は黒人いなかったから、私が見る限りね、うん、もうなんか白人たくさんいて、何なんだろうみたいな、この不自然、黒人として見られたことがまた、あ、何アメリカにいても黒人っていう風に見られるのみたいな、え、アメリカ人って一緒じゃないのみたいな、そこで初めてそのアメリカの人種問題とかについて知った。もうどこも住めないじゃんと思ったいい気持ちでって思って日本でも南米で見れるし、そう1年間ぐらいそこに2ヶ月ぐらい最初いた。まあ2ヶ月でそんなに英語を多分取得できなかったと思うけど、うん、全然できない。まあちょっとでもレベルが、まあ、聞けるようになった、okay。 そう、okay。まあ、戻ってきて、で、now you're in, you know, 小学生。So, elementary school ends. And eventually you get into middle school, right? Middle. And then, your middle school life. So, this is you in middle school, right? Yeah, やばい。This is middle school is like, this looks like high, もう high school だね。なってると思う。でも、制服かわいいんだけど。これはなんちゃって。あ、oh、なんちゃって。前、学校は、セーラー服だったから。Let's talk about your middle school life, because I think you skip school. Or... いや、まあ、いろいろ、まあ、ありすぎたけど、yeah。 まず入学式が問題だったかな。なんか初めて日本でちゃんとした人種差別受けて、もうびっくりしちゃった。本当に。
どういう風になる？私はすごいラッキーだったんだなと思った。うちのママは本当に髪の毛が何もできなかったの。なんか私のそのブラックヘアの扱い方が本当にできなくて、もう私も勝手に髪切っちゃったりとか、ストレートパーマとかかけちゃったりとか、やっぱ日本人になりたいからさ、自分は見た目が、その時はストレートパーマかけてみたりとか、でも実際もうすぐ髪伸びたらカールになっちゃうしみたいなのがすごいたくさんあって、そういうので髪が結構ぐちゃぐちゃだったのね。まあお母さんなりに頑張って入学式だからってやってくれた髪型があったんだけど、確かに変だったのね、知ってたよ。けどもううちのお母さんが珍しくやってくれたから、なんだろう、嬉しかったから、なんか入学式でそれをなんかいじめっていうよりも後ろの男の子たち2人にバカにされたのね、もう絶対にもう許せなくって、すっごいなんかちゃんと何を言ったか覚えてないんだけど、バカにされたのか黒人がいるとかいろいろ言われたんだけど、そういうことあまり言われないで生きてたから、もうこんな人間がいるところで何を学ぶんだみたいな感じになって、もう学校行きません私は。そっからもう決めた。でも足が震えて学校に行けない時もあった。なんかすごい思い出しちゃって、多分今までで一番ショックだったんだと思う、その12年生きてる中で言われた言葉の中で。そのブートキャンプよりも何よりも多分それがショックだったから。じゃあそれを母さんに伝えた？伝えなかった、言えなかった。その髪の毛がバカにされた、もう言えない言えない言えないし、なんだろう、多分これを見てる中でシングルマザーで黒人と日本人のハーフで育ってる子たちは多分思うんだけど、当てはまるとこあるかもしれないけど、やっぱお母さん黒人じゃないから分かんないんだよね、気持ち。特に見た目っていうか髪質だったりとかさ、肌の色が違うってどうすることもできないじゃん、だから多分言えないんだと思う。だって頑張って産んでくれたわけじゃん。でお母さんのことが好きだから余計に傷つけたくないっていう気持ちの方が勝っちゃったかな。でそこで理解されなかったらもう味方もいなくなっちゃうって怖さもある。この時もあんまりハーフブラックの友達とかはなかったの？お母さんの友達の子とかはいたけど、もう別にすごい仲いいとかではなかったから。じゃああんまり学校行きませんってなって、学校多分3年間で10日行ったか行ってないか。このやばい10日で結局なんか、じゃあその3年間何してた？最初の1年はずっとアニメ見てた。これは悪いことではないってちょっと思ってるけど。 Thank you to Tokyo Treat and Sakurako for sponsoring this video. Tokyo Treat is a monthly pop Japanese snack subscription box, and you will get up to 20 of the latest exclusive limited edition and seasonal flavor Japanese snacks that are only available in Japan. Sakurako is a monthly authentic Japanese snack subscription box, supporting local Japanese snack makers, each box coming with 20 traditional, authentic, and artisan Japanese snacks, including Japanese teas and a special Japanese tableware. It's summer in Japan right now, and I like the summer festivals. I like the snacks you can get during the summer festivals. So wherever you are in the world, you can enjoy a taste of these vibrant Japanese festivals through Tokyo Treat and Sakurako from the comfort of your own home. First, I want to talk about the Tokyo Treat theme, Fireworks Flavor Fest. Dive into this month's box filled with flavorful festival-inspired treats like the Salt Lemon Kit Kats, Salt Lemon Pretz, and prepare for a surprising twist with the mystery-flavored Fanta. The Sakurako theme this month is Festivals from Okinawa. Allow your imagination to experience the warmth of Okinawa sunshine with these Okinawa special summer treats. I am enjoying right here the Okinawan salt senbei, pineapple mochi, and red tomato arare. This month's special item is the Bingata Uchiwa, a popular bamboo fan. To top it all off, they will also include a booklet. The booklets contain a lot of information about Japan and Japanese culture, so make sure to check these out as well. I've been living in Japan many years, and I can say I haven't seen a lot of the snacks that they include in these boxes. If you're interested in these boxes for yourself, you can use my code, which will give you $5 off. Check out Tokyo Treat and Sakurako, and thank you again for sponsoring this video. とりあえず1年間ずっとアニメ見てて、で2年目原宿行き出しちゃった。めっちゃ原宿中学生これがギャルの like start。原宿、池袋、新宿、渋谷まだそんな行ってなかった。やることがなかったし、お金もそんなないから、まあ700円持って原宿行くみたいな、往復が、まあ、500円だから電車代、で、まあ、マックで100円あったら2回ドリンク買えるし2回そっかで、マックの中でもうマックでいっぱい、もう
年上の人だったりとか、言ったらちょっと学校とか行ってない子とかたくさんいたんだよね。なんか集まるマックで、マックで、そう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 、マックで集まる。原宿カルチャーみたいなもいろんなゴスロリー。私と私の親友はちょっと変わっ変だったから変わってるから、こうやってずっと人間観察をしてるっていう。あの人髪型変えたねみたいな、おマジかみたいな。あれでってストローを吸いながらないないのにもう飲んでるふりしてないと追い出されちゃうから、なんかでも なんかでもちょっと楽しそうな中学校、すごい楽しかった、right? まあ、学校行っとけばよかったなって今めちゃくちゃ思うけど、当時とかは1ミリも後悔なかった。楽しいもん、まあ、親と喧嘩するからね、それだけがめんどくさかっただけで。あ、それ、まあ、それはそうなっちゃうんだよね。でも学校行かないの、そうそう、2階の部屋からこう1階のこういう屋根みたいなところに飛び乗って下にジャンプして、you? うん、だってバレちゃうじゃん。それをしょっちゅうやって家に、だから親は最初私がマジで引きこもりで家から出てこないと思ってたけど、こっちはもう全然遊びに行ってたから。そう、you started, I know you started high school at American school. そうと、アメリカ行ったのは3年生の夏。Yeah. また、Wisconsin? Wisconsin. Okay. And then you picked up more English. Yeah, I went to this school, なんか English school みたいなところ行って、行って勉強したけど、なんか、あんまやる気なかったけど。けど、なんかその時ってもう、なんか、中学生調子乗るじゃん。なんか何でもできるみたいな。Yeah, yeah, yeah. みたいな感じだから、なんか前みたいに英語全然喋れないんだけど楽しいみたいな、イエーイみたいな。だからお兄ちゃんの友達にとお兄ちゃんのとこつくっついてって、こいつなん一言も発せないなみたいな、うん、気持ち悪いなとか言われてたんだろうけど、もう気にせず行けたみたいな、うん、そのお兄さんってあの私のステップブラザーとかと一緒に遊びに行ってもなんか全然なんか遊びに、それは両親が決めたの、 like you should go to America and learn English。 どっかに行かせたかったんじゃないかな、多分。それも3年間ずっとなんか家の中だったから、maybe they're like, no, そうそう、we should try something。 そうそうそう、okay. 私アメリカンスがでもそう3年間学校行ってないからさ、テストは受けてるの、で別になんか0点とかではなかったけど、学校行ってなんか、まあ、普通に頭悪いから自分からその高校とか行けないじゃん日本の。OK、いや、そう、高校行けない。で、だから、アメリカンスクールにだったら、うちのパパネイビーだし入れるみたいな。You went to American school after, so your stepdad helped you. Your, yeah. Your dad helped、so. you get to Zama school. What is it called? Zama High School. Zama High School. OK. Yeah. OK, OK. So, this is high school?いや、これ違う、18だよ。あ、18、okay. So right after high school. One thing I forgot to mention was, you said your mom helped you do the black hair、mm-hmm. and stuff. And that's actually because she worked with a lot of black musicians. Yes, yes. Back in the day. This is you, Lauren, and Lonely Hill. Your mom and Lauren Hill. And she, what did she do for Lauren Hill? I don't know the song, but I was on the high, なんか concert の DVD にいた。本当に。Okay, but this and then this is also this is your middle school years. Yeah, middle school. So while you were going to Harajuku and stuff, you met Boys to Men. But like a lot of famous people, だね。本当に。Yeah. で、そここでもうちょっと自分の人種にもっとプライドを持って。最初はジャスティン・ビーバーとかが大好きだったの。Justin Bieber, he's super white boy. ジャスティン・ビーバーの言ったし、ケイティ・ペリー、レディー・ガガ全部あったりとかもしたし。Okay.けど、なんだろう、自分と同じ血の流れてるかっこいいアーティストっていうのが有名っていうことを初めて携帯とかパソコン使い出して分かったみたいな。さっきボイス・ツ・メンってすっごいフェイマスじゃんみたいな。ずっと小さい頃から会ってるから、すごい歌の上手い人みたいな。コンサート行ってもすごい歌の上手い人。さっきケイシー&ジョジョとか、なんかエリカ・バドゥとか、もういっぱいいろんな人、お母さんの仕事とかで本当に会ってきたけど、それがどのぐらい有名とかどれぐらいかっこいい人なのかっていうのが分からなかったから、その時になんかちゃんと分かるようになった時になんか自分に自信持ってたっていうか、黒人ってよかったかも、半分なんか日本も大好きだから日本人でもいたいけど、なんか2つの血を持ってたことに対して自分の中でなんか ふんぎりがつけて、なんか嬉しかった、初めて思う感覚、不思議、なんか自信持てた、ただ単になんかすごいみんなもすごいいろんな会うアーティストがすごく可愛いねとか言ってくれたりとか、
君は何か可能性があるから頑張りなさいとか、そういう言葉をすごくもらったりとかして、うん、このアーティストたちから、うん、そうそう、いろんなアーティストに言ってもらえた時に、そんなこと言われる人っていないじゃ、なかなかいないし、お世辞だったとしても私の中ではものすごく嬉しかった言葉だから、はい、あ、もっと自信を持っていこうっていうふうに思った、うん、まあ、こうそういう経験もあって、でハイスクールに行って、で、あの、It was an American school だよね。So, you speaking English. 最初話さなかったよ。My freshman year. Yeah. I understand ね。だけど、学校で使う言葉なんか何にも知らないから。So, I feel like I know English ね。It's like, hi とか、なんか、How are you? とかだけで。It's like, oh, we're going to Ken じゃん。と思ってたけど、行ったら、はぁ？ Yeah, school. みたいな。Yeah. アルジェブラって何？アルジェブラ、History? What happened? How was the American high school? I was crazy ね。本当にクレイジーだった。私服で行っていいから、そのノースクールユニフォームじゃん。だから、最初から派手で行き過ぎちゃったよね。I'm kind of fashion people だったから、I go school おしゃれしてめっちゃ。Okay, okay. スクールの人はみんななんかスウェットとか？いやいや、まあアメリカンだから、ね。Oh yeah, Americans are very unfashionable. 私は本当ハイヒールにもうその時ビトンのバッグとか持ってたね。だってせっかく私服で行けるから、毎日ちゃんと化粧もしたし、おしゃれもしてたし、だからすぐその私ゲイの友達とかファッション好きな派手な子はすぐ友達になった。だから言葉が通じなくても、うん、もうニキ・ミナージュのコンサート行ったり、ショッピング行ったり、全然何話してるか分かんないけど最初はね、でも、OK、まあ最初はね、yeah. で、もうすごいみんな宿題とかもヘルプしてくれたし、あ、なんかすごいいい人たちみんなで、思う反面めっちゃミーンな子たちもいた、やっぱり、ah, okay. なんかフェイクみたいな、なんかフェイク黒人みたいなこと言われたし、見た目がやっぱりそこまで他の子よりも、その当時学校にいたハーフの子よりも黒人寄りだったからかも。ハナマ。そう、顔が。Okay, okay. だからこそ、まあまあ、This is like just 高校、like, そう、高校のカスタからだ。あの男の子が私のこと好きになってジャワスしたとか、そういうのもたくさんあったし、yeah. いや、私喋れないからみたいな。ごめんごめんみたいな。最初だって、そのかっこいい男の子とこういい感じでテキストした時に、全部お母さんに聞いてた。ママ、何これって、ママに見せないでこんな内容みたいな。あ、で、トランスレイトした。おう。まあ、OK、OK。みたいなのたくさんあったけど、逆に友達がすごくいっぱいできたから、そこでもう喋るしかないし、テキストずっともうチャットルームとかもすごいじゃん、もうそこで覚えた。 What happened during high school or after high school? I think you said you started Instagram, right? Yeah, Instagram を sophomore の時ぐらいからやりだして、 I got like a lot of followers、 なんか日本語も英語だし、 like I post party picture とか outfits とか載せ出したから、 it's like 急に3000とか500、あ、3000、5000とかフォロワーが当時だから、当時5000はやばい、そう、すごい、yeah. I was like, I'm kind of famous と思って、本当に。で、そこのでハイスクール辞めるきっかけになったのも、このチャンス逃したくないなって。 Cause my mom と dad 私はなんか沖縄にムーブするって言ってたから、このチャンス逃したくないから、 So I quit って言って辞めて、で、I started doing modeling とかして、で、I met like ちょっと話したくないけど、めっちゃなんかあのラップやってた男の子と出会って、で、彼が結構フェイマスだったから、日本のその当時ラップで、で、その彼を通じてすごい、あ、なんかすっごい知り合い、音楽の業界でもできたし、日本人のその大人の人たちとかとも仕事とかそういうので、いつもいろんなところにくっついてってたから出会うようになって、でけどちょっとまあいろいろ、まあ彼あまりいい人では私にはなかったから、そのお別れして、でもちょっとお別れする時にものすごくたくさんのすごい辛いことがあって、でちょっと東京に入れるメンタリティじゃなかったから、お母さんたちのところの沖縄に行ったのね。でもモデルの仕事とかも全部やめようと思ってたけど、あのフェンティの仕事、フェンティプーマの仕事だったりとか、いろいろあって。Were they looking for like, so you half the Japanese? Yeah, そう。で、お話が来て、やらせていただいて、
でそういうのだったりとかももっとなんか雑誌だったりとかそのインスタグラムのなんかそういうマガジンとかに出始めて Vogue とかそういうのとかも出させてもらえるようになったタイミングだったから沖縄にいたくもなかったけどでも東京に入れる自信もなかったしっていうので親がオハイオに帰るっていうからオハイオに帰ったの。そんな21になる前だから20歳ぐらい。でもその前にスパイキージョン、私のもうボスと出会って Right now, ボス、今のボス今のボス、yes. まあずっとボスだ呼んでるけどそのボス出会ってその時に A-Witch のミュージックビデオとかを撮ってすぐにアメリカにやっぱムーブしないといけなかったから A-Witch, which video? A-Witch の Remember? Okay, Remember、yeah. 出てるし、まあ、手伝いとかしてその時にはミュージックビデオの仕事楽しいなと思ったんだけどまあオハイオに行かないといけないからオハイオに行ってオハイオはスーパー普通アメリカちょっとボーリングだと思うんだけどすごいつまんなかった東京原宿と全然like、違うと思う なんかずっとタバコ吸ってるしかなかったの今高いしずっとイライラしてなんかオハイオはすごいネットの人がバカにしてるっていうことを知ってる、うん、知ってる知ってる今も仕事してる人に Where you from? って言って東京って言ってじゃあお父さんの方はって言われた時にオハイオって言うとおはよう私知らないみたいなでもまあチェルはできたか なんか自分の心の整理はできたかなと思うやっぱ東京が私の場所だと思ったしなんかすごい嫌なことが辛いことをされたけどなんで私東京出身なのに東京から逃げてるんだろうっていう気持ちもあったもっとずぶとくいないとめっちゃディープ今の、うん、日本に帰るって決めてもうとりあえず何でも働けばいいやと思ってもう反対押し切って日本に帰ってきてスパイキーとせいや上原っていうカメラマンともう一緒にやりだした、うん、ミュージックビデオも何でも最初はもうスタイリングもしたしヘアメイクもしたし、うん、もうキャスティングもしたしプロデュース分かんないカメラのライティングの手伝いも何でもやってきてだって何か やらないとやっぱ学校も行ってないしみんなよりそのレベルが低いところから始まってるから人よりも努力しないといやでもすごい努力してるところは俺は見える本当、like、でまあすごいかっこいいと思うし本当ありがとう恥ずかしいごめんでも本当に結構辛いことが多かったけど全部経験してよかったなって思ってる今、うん、それがないと今の私がいないからそのエクスボイフェンのことももちろんすごい人生で一番辛かったことだったけどまあ、彼と出会わなかったらそんな辛い思いもしなかったけど彼と出会ったことで今こうやってこう映像の仕事してもマックスも出会ってるし、yeah. もちろん本当にスパイキーだったり今の私が一緒に働いてるチームとかと出会ったのはそういう辛いことを全部乗り越えてたからだし多分中学校の時とかも後悔してるとか聞かれるんだけど行ってたら今絶対ここに座ってないっていうか今自分いないから全部自分の選択が自分のせいで辛くなっちゃったかもしれないけど正解だって思うようにはしてる思うようにしてるのはたあの正しいやり方だと思う、ね、ちょっとたまにねちょっと本当に英語と日本語がさどっちも微妙だから勉強してるのがなんかなんでなんかミックスした喋り方すんのとか言ってたまにちょっと嫌な顔される時ってあるんだよね多分コンプレックスなのかな多分だったり逆に日本人で英語ペラペラな子とかに英語下手だねとか言われるんだけど、oh, okay. けどでもなんかごめんみたいなバカだからって普通に日本語の方が日本も小学校までしかちゃんと勉強しないし英語もハイスクールちょっとしか勉強しないからそんな言葉知らない、まあ、これは全然あの気にしなくていいよ僕も日本語では 100% ではないからでも日本人って気にするんだよね日本人ってちゃんとそういうの気にするから英語が喋れない人が多いんだと思うちゃんとしたいって自分のコンプレックスになるのはすごいなジャパニーズっぽいそう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  The Japanese hip hop rap scene Do you think it respects black culture? ああ、もうこれは本当に私の本当オピニオンだけど、うん、人によるアーティストによる私はすごくリスペクトしてる人がたくさんいると思うけどだから仕事してるしけど全然しない人はしてないでしょでももう全然だってすごいディスリスペクトされてる気持ちになる時もあるもんそのお父さんだから私っていうよりかは私の何だろう家族をディスリスペクトされてる気持ちになる時があるそのブレイズヘアだったりとかドレッドとかもそうだけど
その私の言ってるミカさんとかってめちゃくちゃ私なんかよりも全然黒人の歴史詳しいし、すごいリスペクトを持って、日本でだってやる人いないから、じゃあ誰かがやるしかないじゃん。日本人が黒人の髪の毛やっちゃいけないなんてないしさ、だってアメリカでじゃあそんなこと言うんだったらアメリカ人寿司握んなよとかなっちゃう、そういうなんか小さい話になっちゃうけど、でもリスペクト持ってる人ってマジでかっこいいしすごいじゃん。だからそういう人はいるし、あとでもその一個間違えないでほしいなって思うのは、これを見てる人にディスリスペクトしてるように感じるかもしれないけど、ただ憧れてるだけっていう人もたくさんいるっていうこと。そのヒップホップっていうカルチャー以前に黒人になりたがってる人もたくさんいるっていう、なんかいい意味でも悪い意味でもね。わかる。そう、でも最初複雑だった。オハイオとか行ったりとかするとさ、黒人が多い地域とかだとアジア人扱いされるわけよ。あ、そうなの。You got Asian eyes みたいな、Asian eyes とか言われて、だからチンキーアイズとか言われたから Oh my god、 まあすぐブチ切れたけどね。もう分かってる単語でもうわーって言ったけど、知ってる単語で。 Yeah, who said chink? You got chinky eyes? え、私のカズンの友達。 Oh, okay, okay. そう、でもなんかその時にでもハッとした。なんか逆に私何人でもいいやみたいな。なんか血、でも黒人の血は入ってるから DNA 的に、うん、そうだから血っていう人種ではない。なんか黒人とは自分のことを思わない。だからたまに私になんかそのヒップホップのやつの PV とか撮ってると来るんだよね。黒人のくせになんでそんなことやるんだとかいう DM とか来るけど、うん、なんかそういう人がいるから一生変わらないんじゃんって思うけど、で思っちゃう、悲しくもなるけど、でもまあさっきの質問じゃないけど、リスペクトしてる人は本当にリスペクトしてるし、してないっていうよりかは 無知って思ってほしい。してないわけではない、してるつもりでも足りない、それが何も分かってない。そこはすごい難しい、私も仕事してて。じゃあ最後、まあ maybe ハイスクール、メドスクールのハーフブラック、ハーフジャパニーズ女性、まあ、に対してのメッセージでも、なんかちょっと苦労してるの人たちに対してするメッセージとかある？これがメッセージになるかわかんないけど、割り切るしかないと思うし、あなたは綺麗よって感じ。だからなんだろう、人と違うからって言われて辛いかもしれないけど、それをどう自分が生かすかだと思う。別に日本人でいたければ無理やり黒人にならなくてもいいと思う。髪の毛をストレートにしてやってもいい。言われる、わかるんだよね。もっとなんか黒人のプライドを持てとかあったりするかもしれないけど、別にあなたがなりたいようにやればいいじゃんって。私も言われて最初はさ、なんでブレイズとかにしないんだ、で黒人っぽいから嫌だってずっと言ってたし、わかるし。でも正直もうどこの世界行っても誰でも人種差別される。アジア人がね、アメリカに行ったらアメリカ人に、てかアジア人じゃんって言われるから、それと一緒。ただ自分の視野が今日本の国内だけでなってるから、自分って黒人で悲しくていじめられてなんかみんなと違くてってなってるかもしれないけど、もっと世界を広く見てほしい。私も見て人生が変わったから。だけどなんかそれで悲しいってなって終わらないでほしいなと思う。なんかファイトしろとも言わない。それを生かして、じゃあどうやったら自分が辛くならないかっていうの、まあそんな風に考えたくないよねから始まっちゃうんだけど本当は。だけどまあそれは受け止めるしかないラインもあるし、私タトゥーいっぱい入ってるし、それで温泉入れないって文句言えないもんだって。自分が知ってて入れてることだから。でも黒人っていうのは選んでなったわけじゃないから、思うことたくさんあるかもしれないけど、でもだからあなたは美しいとかもう言いたくもない。なんか自分は自分だよって、どんな人種でも綺麗だし自分の持ちようだと思う。そこは難しい。私も自分もまだ黒人として受け止められてない部分も多いから、けどなんだろう、じゃ慣れ合いだけはしないでほしいなと思う。なんかかわいそうだよね私たち、いじめられていじめられてってなんだろう、かわいそうと自分を思い込むんじゃなくて、負けないぜって、うん、世の中にはこんな素敵な黒人女性もいれば、だって大坂なおみちゃんとかだってさ、世界で活躍するスターだっているし、モデルさんとかだってそうだし、もう私の大好きな青山テルマちゃんとかだってハーフとかでやってて、なんだろう、日本人と黒人じゃなくてもいろんな黒人とアジアの他の国、他の人種の人っていっぱいいるし、みんな素敵な人がたくさんいるから、なんか一人じゃないよとは思ってほしい。ありがとうございます。ありがとうございました。